松坂健太は、大阪府大阪市旭区出身の元プロ野球選手、宇藤右内。東海大業星高入学時は、当主で、高校1年生で早くもマックス時速 142km を記録していた。しかし、制球難から高校2年生の時に、外野手に転校。元投手ならではの強権を生かし、中堅手として活躍した。 高校通算で4割近い打率と19本の本塁打を記録し、2003年のドラフト50目で西武ライオンズへ入団。2006年まで3年間一軍出場はなかった。2007年9月29日の対オリックスバファローズ戦でプロ4年目にして初の一軍出場を果たした。第4打席で勝木良太からプロ初安打、初打点となる。 プロ初本塁打を放った。2008年、9番最翼手で、初の開幕スタメンの座を掴んだ。2010年は、肩ひじの痛みに加えて、内臓疾患の疑いで精密検査を受けるなど1、軍の試合に出場できず、10月1日に、戦力外通告を受けた。トライアウトと入団テストを経て11月15日に、北海道日本ハムファイターズへ入団したが、 一軍での出場はなく、2011年11月10日に、自身二度目の戦力外通告を受けて、現役引退。アパレル販売員を経た後、沖縄県に移住し、現地のリゾートで働いていた。2014年8月17日、新婚さんいらっしゃい。に出演。その後、香川県高松市に移住し、スポーツデポ高松マツブ店で、野球アドバイザーとして働いている。 2016年の学生野球資格回復研修を受講した上で、翌2017年2月7日に、日本学生野球協会より学生野球資格回復の適正認定を受けたことにより、学生野球選手への指導が可能となった。2020年、村正と共にグラブメーカー MSKT 設立。2004年から2006年シーズンまで、西武には松坂大輔と、 松坂健太の二人の松坂生の選手がいたが、スコアボードや新聞等での表記ではすでに大輔が実績を重ねていたことから、原則として松坂大輔を松坂、松坂健太を松坂健と表記していた。西部の公式サイトでは松坂大輔を松坂同士、松坂健太を松坂選手と表記していた。2007年シーズンからはチームに、 松坂聖が一人になり、松坂となるのは重いので絶対にこのままがいいという、本人の希望によりそのまま松坂健と表記する話も出たが、結局松坂表記に落ち着いた。ありがとうございます。